台風11号は今日月曜日の夜から明日火曜日の早朝にかけて九州北部にかなり接近する見込みです。その影響で九州北部では今夜から大荒れの天気となります。今回台風の東側に九州地方を入りますので風がかなり強まることが予想されています。瞬間的には60メートルという一部の電柱が倒れたり、また建物が倒壊するような猛烈な風となりそうです。その他も30メートル以上の暴風が吹き荒れるところがあります。また九州を中心に猛烈なしけや高潮にも警戒するようにしてください。また台風の接近に伴いまして九州や四国では雨の量が多くなります。特に九州北部では線状降水帯が発生して大雨災害の危険が急激に高まる恐れがあります。暴風や高波、高潮、大雨に厳重な警戒をするようにしてください。手を抜いて。